日本の分割統治計画。日本の分割統治計画は、第二次世界大戦終了後の日本本土を連合国が分割統治しようとした計画案。ソビエト連邦は、北方四島と北海道占領計画を持っており、またアメリカ合衆国もイギリス、ソ連、中華民国の連合国での分割統治する案を検討したが、結局、日本占領は分割占領でなく、 連合国軍最高司令官総司令部による日本政府を介した間接統治となった。国務省対外政策諮問委員会局党班のジョージ・ H ・ブレイクスリーが領土省委員会に提出した1943年7月28日の日本の戦後処理に適用べき一般原則では日本の領土については満州を含む全軍事占領地。 および民族自決の原則から朝鮮と台湾からの撤退が主張された。1944年3月14日には、ブレイクスリー議長が起草した戦後日本に関する米政府の目標、ザ・ポストワル、オブジェクティブズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・イン・リガード・ツー、ジャパンにはこうある。1945年6月、初期対日方針では、日本の行政機関を利用する。 間接統治方式が記された。1945年8月8日、マッカーサー司令部のブラックリスト作戦は日本に対する直接統治を念頭に置いた。一方、統合戦争計画委員会の日本領土に対する最終的占領案である政策文書385-1は日本を5つの地域に分割して統治する分割占領案を勧告していた。 1945年8月11日にアメリカ国務陸海軍賛成調整委員会 SWNCC が承認し8月18日にトルーマン大統領が承認した大統領宛て覚え書き日本の敗北後における本土占領軍の国家的構成で連合国による分割占領案が記載されている覚え書き s w n c c 7 5では c, the United Kingdom, China and the Soviet Union have a responsibility to participate with the United States in the occupation and military control of Japan and the obligation to assume Asia in the burdens love と書かれており、連合国であるアメリカ、イギリス、中華民国、ソ連も日本の軍事占領に貢献する必要があるとされていた。 7月6日付の合衆国陸海軍最高司令官大統領付参謀長ウィリアムリーヒによる短いメモには日本を占領統治するならコストを節減し米軍は最小限にとどめるべきだ。米国が日本軍政に主な責任を負うべき理由はないとあり、その影響でポツダム海岸へ向かう代表団は米軍負担の軽減化のため、 連合国による日本共同占領案が高まり、日本降伏の翌8月16日に、ペンタゴンの統合戦争計画委員会、ジョイントウォープランズコミッティー、JWPC が起案した日本占領案、日本とその領土の最終占領が成立した。それによれば、ヤルタ会談でソ連は、対日参戦の見返りとして、北方領土を占領することが認められていた。しかし、 8月16日にスターリンは北方領土だけではなく北海道の半分をソ連占領地とするようトルーマン大統領に求めた。8月18日、トルーマン大統領はスターリンの要求を拒否し分割占領を回避することを勧告する国務省案である SWNCC70 を承認した。8月22日、さらに トルーマン大統領は SWNCC150-3 を承認し、日本政府を介した間接統治方式を最終的に承認した。なお、スターリンは8月23日に極東地域の日本軍捕虜50万人をシベリアに移送するよう命じた。1946年2月には、イギリス軍、オーストラリア軍、ニュージーランド軍、インド軍などのイギリス連邦占領軍が、 中国地方、四国を統治した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。